代表を背負うっていうのが結構プレッシャーやったんですけど、本当にそういうプレッシャーを感じつつも、やっぱり自分たちが絶対世界一を取るっていう自信にあふれた姿で世界に行ったんで、そこの自分たちの気迫というのはあったと思います。最後終わった後に2人ともありがとうって叫んだんですけど、もう自分たちの中で本当に満足いくものができて、支えてくれた人とかにもうすごい感謝の思いっていうのが込み上げてきて、もう本当にやりきれたっていう思いで叫びました。まあ、僕らだけじゃ絶対にこの世界大会に行くっていうところまで行かなかったし、ましてや世界一を取るっていうところまで絶対行かなかったと思うんで、まあそこまでにはいろんな人が関わってくださって、支えてくださって、そういう人たち全員に感謝の思いを伝えたいです。まあ世界一を取ってここで終わりじゃなくて、僕らは全然まだまだダンスのスキル的にも全然まだまだだし、ダンスの練習とか勉強とか何事にもその妥協せずに全部に全力で取り組んでいきたいと思います。大学を卒業した後は僕たちやっぱダンスで世界に飛び出していきたいんで、やっぱり世界一を取ることができて、この経験を胸に頑張っていきたいなっていうのはあります。